ちゃった初心者です。はい。今回はトランスジェンダーになりたい少女たちを題材に話を進めていますが、うん、今日はその内容を踏まえた志保さんの経験談、そうですね、うん、題してトランスジェンダーになりたい少年たち、うん、ああ少年たち楽しみ楽しみ楽しみ、ちょっとやってみようまあだけど、まあどうしてもまあ自分自身のねちょっと経験談になってくるし、まあ当然今でもねあのまあ生きてる方ですのでね、まあその相手になってる方とかいうのはね、うんうん、まあ、どうしてもまあ実名とか出せないし、うん、でその方が特定されるようなことも言えないんで、うん、まあちょっといろいろぼかしながらという話にはなります。うん、はい、そう言ってもちょっとそういう人たちの話をする前に、じゃあ私どうだったのかってなってくると、うん、私がね、まあこれまあ前の話で1975年、まあ、昭和50年生まれなんで、うん、その頃っていうのはね、まあ当然ネットなんかないじゃないですか。うん、まあ、私なんかね、まあ結構ね田舎だったのね、生まれたところがね、うん、もう山に囲まれたね、自然豊かなね、ああ伸び伸びとしたね、そうそう、野生児のような、ね、ああそのままだ、あ違った、おいまあまあね、田舎だからねそうまあでもそのところで育ったんで、まあやっぱり田舎になるとやっぱりどうしても、まあ都会よりはもうちょっと偏見が強いのね、なんかどうしてもね、あの前回もお話ししたように、そうだね、うん、どうしてもやっぱりちょっとねおかまっていうだけで何やみたいな感じで周りからも見られるっていうのは実はあったんですよね。でもそんな中でも、まあ、やっぱりね、そういう気持ち、トランスジェンダーだっていうことは、まあ、だから心から体が違うっていうのは当然あったし、物心ついた時にはやっぱりねそういう違和感っていうのはすごくあったんですよね。だけど、まあ、例えばね、うん、まあ、ネットが当然なかったけどテレビでも、私の子供の頃っていうのはあんまりテレビにそういう人たちが出てるってなかったの。まあ、例えば漫画で一番最初に見たって言ったら、知ってるかな、井口久志っていう漫画家がストップひばりくん、あのね、あの主人公がオカマなの。へえ、そうそうそう、すっごい美少年、美少女なんだけどオカマなの。そう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 、うん、それがね、別にあれもフジテレビだったと思うけど、フジテレビでゴールデンで放送したりしてたの。ストップヒバリくん、あれはベルサイユのバラン、あれは違うのか、あれは、ダンスをしてるよね。あ、ダンスをしてるだけか。そう違ったか、オスカル、あ、そう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 、あれはダンスを、ダンスをなんです、ね、そう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 、で、あと語りのは、あれは、ホモなのよね、出てくるのはね、そうそう、バンコランにしてもマラインにしてもホモ、オカマっていうので漫画になってるっていうのは珍しかったね、っていうような作品もありました。だからそういうので、まあ、一応、ああ、おかまいうのがいるんだね、あるんだねっていうのは当然知ってた。だけど別にテレビでそういうのやってたわけじゃない。だけど、これはね、ちょっと以前ちょっとお話ししたように、ミスターレディっていう言葉はね、そう、タモリさんとね、杉野さんの2人で司会やって、八木沢まり、浅川光みたいな、まあ、それこそそれを有名になってくる、おかまの人たちがね、出てくる、ミスターレディっていう言葉ね、出てきたのね。で、その後は、例えば、上岡龍太郎と50人みたいな番組があって、それにミスターレディが50人出てくるみたいなね、そういう番組があったり、あと特捜テレビ情報最前線で、だから水商売のお店の紹介みたいな番組がね、これゴールデンでやってたりしてたのね。ああ、そうなんだ、ね。そう。あとはもう 11PM とか、トゥナイトとか、深夜帯でやってた番組もあったりとかして、だから徐々に90年代ぐらいから、そういうのがダーッと出てきて、だけど出てくる人たちがみんな水商売の人なのね。すごい個性的な人たちが今出てくるわけよね。そうそう、そういう人たちの方が、そういう人たちじゃないと出にくかったとかもある、出にくかったのも当然あると思う。さ、一般の人がじゃあ私はオカマですとか、私はニューハーフですとかって言える環境だったのかっていうと、それはなかったと思う。やっぱり出てくるって言ったら、それがテレビだから、そこで一般の人出したところで見る方ですよね。ああ、そうだね、視聴率を求めるってことですね。そうなのよって言ってる方が面白いわけよね。確かに。一般の人がね、それこそ飲んで飲むって面白くないね。水商売の人の方が喋りも上手だし、ね、もちろん、そういうのもあるんで、その人たちがダーッと出てきた、
屋敷たかひんさんの番組なんかだったら、うん、もうその人たちが山ほど勢ぞろいで出てきてるとかね、いうようなのがあったりとかして、だからだん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 そういう面で認知がされていったんだと思う、90年代は。で、そうなってくると、でも前回お話ししたけど、それを私も見てるわけだから、あ、私もこういうお姉さんになりみたいなになりたいなと思うわけよ。ああ、そうか、そればっか見てる。そればっか見てる。で、それの深夜帯でやってると、さっきの「トゥナイト」とかね、いうのをビデオで録画するわけよ。うちの親にしてみたら、あのエロいの見たいんだなみたいな思うわけよ。違うわみたいなね。こんな深夜に撮っとったけどみたいな言われるからね。中身まで親見んからね。いや、だからガチッジーンとか言うからね。あ、撮ってるみたいなね。ビデオね。そうそうそう、ビデオ。ビデオ。いや、みたいなんかね、あったわけよ。で、まあ大学の時なんかに、その、ニューハーフの昇格のコマーシャルなんか深夜にやってたのね。そう。で、それ見て、ここって思って、もう始発に乗って、店まで、店の前まで行って、すごいね、行動力。お姉さんで会えると思ったら、朝方がおるわけないよね。そうだね。バカじゃないのって話なんだけど、それでしょうがないから、朝からもう夕方の、だからお姉さん出勤するまでずっと外に待ち続けて、すごい。そうそう。その時の最初に言われた、あなたは女性の子かまよって言われたっていうのを、岡本美穂氏に書いてるでしょ。あれってそこの話なんだ。行動あるのみで、そこからそうやっていろいろ情報を得たみたいな。そう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 。すごい行動力。ダッシュ。ダッシュ。だけど、そう言いながら、大学も変わる、変わるって言ってたわけ。大学中に戻って、高校とか中学校とかで、大体 LGBT って言われる人たちっていうのは、10人に1人いるって言われるのね。ってことは、冷静に考えたら、まあ、1学級に3人ぐらいは、まあ、当時は50人学級だったから、5人ぐらいはそういう人たちがいたってもおかしくない。これは自然なことなのね。まあ、だけど、その時に、そういう人見たかって言ったら、実は一人もいないのね。とは、やっぱりみんな、場合言えないのよね。ああ、そうだね。だから多分向こうは向こうで、あ、こいつちょっとそうかなと思ってたかもしれない、私に対してね。で、私も一人ぐらいそういう、そうなんかなと思ったら、さっき言った。だけど、やっぱりそのお互いそんな情報交換もできないし、みたいな感じはあった。だけど、大学に入ってくると、やっぱりまた開放感ちょっとあるし、ね、ちょっと大学デビューとかってね、したくなるわけよね。で、ちょっと言えるわけよ。で、ちょっと私を同意に感じる人もいるんだろうね。で、その人が、やっぱ言ってくるわけ、私に。私は男が好きで、で、女に先になりたいっていう子がいるわけよ。でね、ああそうなんだなんだけど、私から見たらどう見てもその人ってトランスジェンダーじゃないのよ。どっちかっていうとゲイの女装なのよね。ゲイの女装。そう。だからこの人なりたいっていうわけよね。前回の話よ。なりたいかね。そう、なりたいっていう。で、まあ、私とすれば何をアドバイスするのって話になって、で、まあ、その人に下手にも言えないから、疎遠になったわけよね。で、半年ぐらいして、まあ、大学のキャンパスでたまたまその子と会ったんだけど、あ、明るくなって帰ってきた。で、私に声かけてくるから、どうしたのって言ったら、まあ、当時の、私がいた大学の隣の県のそういう活動家のサークルがあったのよ。そこに行って、まさにそういう話をしたら、あなたはトランス、そういう、心が女性で、性別今なんですねって言われたと。まあ、当時はトランスジェンダーって言葉はなかったから。当時はね、MTF っていう言葉はあったと思う。メンズヒメル、要は、心が、体は男だけど、心が女性ですよっていうような言葉は多分、当時あったと思う。で、そう言ってくるわけよね。まあ、私にしても違うよねなんだけどね。で、これで前回最後に言ったのを思い出してもらったらわかるけど、自分はトランスジェンダーかもしれないと思った人はトランスジェンダーであるというのを前回ね、最後にね、トランスジェンダーになりたい少女たちに書いてありましたよって話したけども、まさにそれなわけよ。つまり、そそのかしてるわけよね、活動家が。まあ、当時はそういう、ネットはなかったけども、そういうネットなくてもそういうそそのかしをする人間は当時もいたってことよね。そうそう。で、こういう権威権を私もしてるので、実はそれこそやっぱりそういう偏見があったらどうっていうのもあったから、私も
あそういう活動みたいなものも必要なんだって実はその前ちょっと前まで思ってたのね。だけどこの子を見てそういうそのまかしをする人間がいることを知って、あ活動ってのはやばいなってその時は思った。活動家っていうののやばさを実はその時気づいたっていうのは実はその時受け入れた。なるほどね、うん、だってその活動家の人たちは責任がない。そうなんだよ。そうなんだ、まあ、それもちょっとまたあまたあごちそう、まあ、とにかく甘やかしっていうことが当事者のためにならないんだよって話なんだよね。甘やかしね、うん、ああそう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 、なるほどなるほど、はい、っていうことでこれもうちょっとさらに深くちょっと付き合ってきた子もいるので、うん、それをちょっとね次回さらに実力、うん、トランスジェンダーになりたい少年たちはもうちょっと続きます。深く深く、はい、深く深く、よろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、コメント欄、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。